はい、続いてモールス機能、モールス信号が出せます。モールスの定番といえばね、やっぱ SOS ですね。 SOS はちなみにタタタン、タタタタタタン、3回早く、3回ゆっくり、3回早くです。では見てみましょう。いいと思います。 GO! てん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 てってってんということで、モールス信号が打てます。はい、ということでね、今いろいろ紹介してきましたけども、アラームとかね、メトロノーム機能の他に、実用性のね高い機能としては、電話とか、メールが来た時にね、あの好きな色で光らせたり音を出したりすることができるという機能がついてます。それではですね、メールとそれからね電話の着信の実験をしてみましょう。ちなみに iPhone は、アプリをね起動してバックグラウンドで動かしている状態で、画面をね消してます。まあ待機状態ですね。さて、この状態でねちゃんと鳴るのでしょうか。さあ、まずはね自分で電話かけてみます。どうでしょう。お、鳴ってますね。あ、一瞬だけしか光んないんですねこれね。よっ、切っちゃいます。あ、切れるとまた光るんですねこれね。面白いです。はい、続いてはねメールの着信の実験します。パソコンから送信。さあ、ちょっとお待ちください。はい、ということでね、なんかメールはなんかうまくいかなかったな。なんか多分もっと設定があるんでしょうね。ちゃんと説明書きをね読んでから再トライしたいと思います。はい、ということでここまではね普通の使い方紹介してきましたけども、まあね実際どういう風に使ったらいいのっていうのは、リンク貼りたいと思いますけども、ホームページの方にね、こういうシチュエーションで使ってくださいというのが載ってたりします。しかしながらですね、私なりにこのメガネね、どういうところで使えるかなっていうことを考えてみたので、じゃあね、いつも通り茶番やってみたいと思います。では、ご覧ください。ああ、今日バイトちょっとあれー。ああ、休みてえなー。どうすっかなー。じゃあまず、メガネを色を変えて、ちょっと病気っぽくな、こんな感じで。で、店長にビデオチャットピッ。あ、もしもし、店長っすか。今日バイト休みたいんすけど。ええ、いや、ちょっと五月病がですね。今のはね、色が悪かったの、色がね。私だ。二度と来なくていいってさ。さっき言ってた通り、この曲はテンポが大事だからね、テンポね。じゃあ110でちょうだい。はい、いくよ。じゃあテイクワンいきます。Intelligent.今日は大変おめでとうございます。新郎、智則くん。そして新婦の新婦のノリ、すいません、ちょっと緊張してしまってです。新婦のノリコ様、はい、ということで今回の雰囲気メガネの称号はこちら、じゃーん。これは物を見るためやない、新しい生活スタイルを見つけるためのメガネやと。8段
とさせていただきます。はい、ということでね、名前の長さも段数も過去一番高い、評価でございます。いや非常にね面白いメガネですねこちらね。で今ね見てた人の中には光るからなんだよそんなのスマホでいいじゃんって思った人いると思うんですけども、例えばですよ、図書館のこと考えてください。図書館シーンとしてますよね。で携帯の話し声とか着信音はもちろんね、バイブのブーって音ですら目立っちゃうときたるじゃないですか。あとは教室か、教室なんかで学校とかによってはね着信音とか鳴った瞬間に没収なんていうところもあると思うんですけども、こちらのねメガネだったらピカッと光るだけなんで気づかれにくいというメリットがあるかと思います。でですね、こちら最初に紹介した通りまだね、2015年、1月2月の段階では、一般発売されておりませんということでね、もし欲しいという方は、動画のね下に、リンク貼っときたいと思いますので、そちらのねリンクから飛んで、商品ね確認してもらって欲しいですっていう声とか、あとはね下のコメント、こちらのですね開発者さんにこの動画のことも教えてありますので、欲しいっていっぱい書き込んでくれればね、もしかしたら一般発売されるかもしれませんよ。はい、それでは次回もお楽しみに。